はい、どうもどうもしーです。売上をね、増やすメニューと Uber の使い方という意味で、私メニューやってますけど、全然 Uber やってないんですけど、私ちょっとね、メニューで思うのはピークタイム以外があんまならないんですよね。だからお昼も11時半ぐらいからなり始める感じなんですよ。夜も6時半ぐらいからなんですよね。だからまあ遅くやってたりしてるんですけど、だから11時半は Uber やるとか、だからなんか他のさ、そのメニューができない時間はウーバーやってもいいかもしれないですね、もう2時とかも1時過ぎるともう目にもならないですね12時から1時になるともうパタッとならなくなる、全然ならなくってか、じゅずらなくなるっていうか、終わってすぐなるみたいな感じでなくなっちゃうんですよね、あとさ、ウーバーやってた時は私夜10件とかできたんですよね。夜だけで3時間で10件メニューだとね、3時間6件ですね3時間6件、時間2件ぐらいですね。だいたいそのぐらいなんですよ。で、だからあとはもう純粋に単価ですね。単価高いの取れれば、6件やって全部1000円だったら6000円だから、今日は割と良かったですけどね、夜はね。そのだから都心とかも考えもんだよね。都心の方がなるんですけど、メニュー都心だとね、やっぱ500円ぐらいなんですよ。1000円いかないですね。で、だからちょっと郊外に来ると走らされるんで1000円超えてくるんですけど、ブーストなかなか難しいですね。だから今さ、豊洲とか勝ち時が500円ブーストついてるんで、取りたいから行くんすけど、もうことごとく弾かれるね豊洲の辺にいるんだけど、やっと行ったと思ってもなるのがさ、箱崎とかさ、門中とかなるんで、なかなか難しい。あとね、全受けですね。メニューは全受けしてます。なんでかっていうと、そんなならないからそんなメニューならないから、キャンセルしても同じようになりますし、なかなかこう選び放題って感じじゃないので、全部、あとその飛んでもいいし、飛んでも稼げるから、まあいいかなと思ってます。あんま飛ばないんですよね。メニューは送料高いから近いのが多い。だからピックは運営が無茶振りするんで3キロとか4キロ来ますけど、ドロップはね、意外と1キロぐらいだったりするんで、なかなか、だからそのお客さんがすげえロングドロップだったらめっちゃ高いんですよ、送料が。500円とか払ってるから、だからあんまない。だから近くドロップが多くなるんです。Uber はその限りじゃないじゃないですか。距離じゃなくて、お店がさ、高い料理の店だったら50円とかでさ、頼めたりするでしょ。そういうのはないな。あともう一個なんか用途したの忘れちゃったな。メニューと Uber。なんだっけな。とりあえずそんなところで一旦切りますわ。